ウィリアム・ V プラットは、アメリカ海軍の駆逐艦。ファラガット級駆逐艦の一隻。艦名は、海軍大学長及び作戦部長を歴任した、ウィリアム・ V プラット大将にちなむ。ウィリアム・ V プラットは1958年3月7日に、フィラデルフィア海軍造船所で寄港する。1960年3月16日に、ウィリアム・ V プラット夫人により命名、浸水し、 1961年11月4日に、艦長ボイド・イーグ・スタフソン中佐の指揮下収益した。西インド諸島での成長訓練及びフィラデルフィアでの信頼性試験後、ウィリアム・ V ・プラットは1962年9月に第18区逐戦隊に加わった。バージニア州ノーフォーク沖での作戦活動に従事し、大西洋及び西インド諸島を巡航。 1963年8月4日にノーフォークを出港し、ヨーロッパ海域で NATO の演習、リップタイド砲作戦に参加した。9月にノーフォークに帰還、第2艦隊の通常任務を再開する。1964年2月8日に、初めての地中海配備に赴き、第6艦隊と活動する。ノーフォークに8月9日に帰還し、 東海岸及び西インド諸島での通常任務を再開した。9月から10月にかけて再びヨーロッパを訪れ NATO の演習、マスターストローク及びチームワークに参加した。10月20日にノーフォークに帰還し、第2艦隊の通常任務を再開。11月にはノーフォーク海軍造船所に入居し、最初のオーバーホールが行われた。 作業は1966年3月26日に完了し、会場公務が行われた。4月15日、ウィリアム・ V ・プラットは、新たな母校のフロリダ州、メイポート海軍ステーションに到着した。グアンタナモアの作戦海域において5月から6月にかけて回復訓練を行い、7月3日にメイポートに帰還する。東海岸での通常任務を8月27日まで。 行い、再び地中海へ展開する。4ヶ月間の配備は12月17日に完了し、母校に帰還した。続く6ヶ月間、名ーポート沖で活動する。西インド諸島を2度訪れ、メキシコ湾も訪れた。また、バージニア岬沖で短期間の活動も行う。1966年7月、3回目の地中海配備に赴く。続く5ヶ月間を、 第6艦隊と共に活動し、12月10日にキロに着いた。10日後、母港のメイポートに帰還した。東海岸沿い及び西インド諸島での6ヶ月間の通常任務に続いて、ウィリアム・ V ・プラットは1967年6月20日にメイポートを出港、ベトナム海域に展開した。途中パナマ運河を通過し、サンディエゴ、真珠湾、ミッドウェイ島、グアムに帰港。 7月28日にフィリピンのスービック湾に到着する。8月初めにフィリピンを離れ、トンキン湾での任務に着く。8月12日にバークレーと任務を交代し、9月まで同湾のステーションに泊まった。スービック湾での維持作業の後、月末にトンキン湾に戻り救助任務を再開した。11月後半に香港、台湾を訪問し、 南部救助ステーションでの任務の後横須賀、ミッドウェイ島、真珠湾を経由し、帰国の途に着いた。12月31日にサンディエゴに到着、1968年1月2日にメイポートに向けて出港した。1月10日にパナマ運河を通過し、母港には16日に帰還した。艦渉のマーク425インチ砲を呼び、 アスロックランチャー1968年2月、ウィリアム・ V ・プラットは、サウスカロライナ州チャールストンへ移動、定時のオーバーホール準備に入る。3月1日に、チャールストン海軍造船所に入居、6ヶ月間の作業が始められた。作業完了後9月6日に、チャールストンを出港、2日後にメイポートに帰還した。西インド諸島での回復訓練後に任務を再開し、 第2艦隊及び第6艦隊での任務に交互に従事した。続く4年にわたって、ビリアム・ v プラットは、毎年ヨーロッパ海域に展開した。1969年1月7日、メイポートを出港し地中海に向かう。1月18日に第6艦隊と合流し、続く5ヶ月にわたって、親善訪問及び通常訓練に従事した。6月1日に、 スペインのロタに到着、三日に北に向けて出港し一連の対潜水艦船訓練及び北部ヨーロッパの港湾訪問に従事した。同任務は7月7日まで続けられ、その後ポーツマスを出港、帰国の途に着いた。7月15日にメイポートに帰還すると、第二艦隊での通常任務を再開した。任務は4月30日まで続き、その後再び地中海に向けて出港する。 この配備では、通常の演習及び公安訪問に加え、9月に発生したヨルダン内戦に対して軍事介入を行ったシリアへの牽制として、イスラエル沖で警戒を行った。アメリカの牽制により、シリア軍が撤退する前に、ウィリアム・ V ・プラットは9月前半から10月前半にかけてレバント沖を巡航した。その後は、第六艦隊での通常任務を再開し、 11月1日に、スペインのバルセロナを出港、キトに着いた。1970年後半から1971年7月まで、ウィリアム・ v プラットは、メイポートを拠点として、東海岸沿い及び西インド諸島で活動した。1971年の配備は8月前半に、始まったが、北部ヨーロッパ海域での対戦水艦船訓練、及び、 ヨーロッパ北部の港湾訪問で閉められた。10月8日に名ポートに帰還29日には手記を上流油対応のものに換装する作業が始められた。回収は1972年1月17日に完了し沿岸での任務を再開2月18日に再び第六艦隊での任務に向かった。春から初夏にかけて通常の訓練スケジュール及び 複数艦による演習、港湾訪問を行い、ロタでの式典の後6月28日に帰国の途に着いた。7月8日に名ポートに帰還、配備後の修理及び大規模近代化オーバーホールの準備に入る。9月に、ウィリアム・ V ・プラットは、対空近代化オーバーホールのためフィラデルフィアに移動し、フィラデルフィア海軍造船所で退役した。 作業が終わると1973年10月6日に、艦長ロドニービー・マクダニエル中佐の式下フィラデルフィアで最終益する。23日、ウィリアム・ V ・プラットはフィラデルフィアを出港、新たな母校のサウスカロライナ州チャールストンへ向かった。26日に到着し、その後12月にはオーバーホール後の成長訓練を行う。 1974年初めに第2艦隊での任務を再開し、9月23日にチャールストンを出港、地中海配備に向かった。10月2日にスペインのロタ海軍基地で第6艦隊の配下に入る。翌日地中海入りし、空母インディペンデンスの護衛任務に従事する。続く5ヶ月にわたって、ウィリアム・ V ・プラットは、インディペンデンス、サラトガと共に訓練を行う。 1975年3月8日にロタを出港、チャールストンに向かう。19日に母校に帰還し、1ヶ月に及ぶ維持調整作業の後、第2艦隊の通常任務を再開した。5月には海軍兵学校生の訓練巡行を行い、6月には即応訓練を行った。1975年7月1日に、ウィリアム・ V ・プラットはミサイル駆逐艦へ、 艦種変更され、DDG-44 の看板号が与えられた。8月14日に、チャールストンを出港、演習、うなたすザびに参加し、ラテンアメリカ諸国の海軍艦艇と共に活動した。1975年の大半はそれらの演習で、占められ、12月8日に、チャールストンに帰還、維持調整作業が行われた。12月15日に、 チャールストン海軍造船所に入居、作業は1976年3月29日まで続けられた。4月7日にチャールストンに戻り、第2艦隊の通常任務を再開する。任務は夏まで続き、独立記念日にはニューヨークで行われた国際艦艦式に参加した。10月4日、ウィリアム・ V ・プラットはジェシー・エル・ブラウン・ジュリアス・エフュアー、バルデスと共に、 チャールストンを出港、第6艦隊との任務に向かった。10月14日にロタに到着、16日に地中海入りする。配備の大半は空母フランクリンールーズベルトの護衛任務であった。配備は1977年4月に完了し、4月11日にロタを出港、帰国の途に着いた。4月21日にチャールストンに到着、27日に チャールストン海軍造船所に入居し10週間の信頼性確認作業が行われた。作業は7月8日に完了し、チャールストン沖での第二艦隊の通常任務を再開した。任務は1977年後半から1978年まで継続し、1978年7月11日にチャールストンを出港、南アメリカに向かい演習。 うなたすジックスに参加する。この巡行で南米大陸の就航を達成し、南米諸国の海軍部隊と共に即応訓練を行った。ウィリアム・ v プラットは12月3日にチャールストンに帰還、母校でその年の残りを過ごした。ウィリアム・ v プラットはベトナム戦争の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。